のアプレシオリン。はい、今週も始まりました、アプレシオリン第18回目です。はい、今回のゲストはですね、しのさんのご紹介で千春さんをお呼びいたしました。千春です、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。千春さん、緊張してたりしますか？ちょっぴり。ちょっぴりですか？はい、今回は、はい、1時間粘土とかやったりいろいろやるんで全然大丈夫です、緊張しないで、ね、粘土はすごいちょっと楽しみにしてきたんで、はい、あ、本当ですか？嬉しいです。はい、じゃあ1時間よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あ、リュウジさん、リトースターさん、こんばんはです。ここに視聴者の人がコメント書いてくれたのが見えるんで、すごいですね。はい、千春さんはいつ頃から音楽の活動とか始めたんですか？音楽、高校の頃にバンドを始めて、うんうん、はい、もうそこからですね。あ、そうなんですか。高校の時に、ね、どういう系のバンドだったんですか？高校の時は、はい、今すごいまったりしてるんですけど、結構、はい、激しいロックとかをやったりしてたんですけど。激しいロック、うん、例えばどんなやつとかですか？あ、じゃあ高校の時は違う、今多分それで年齢バレちゃうじゃん。じゃあなんか言わないじゃあなんかすごい女子バンドがすごい熱い頃なんですよ、はい、あ、プリプリとかの、あ、うん、のよりももうちょいなんかこう、はい、ちょっとマニアックな人とかのコピーをやってて。そうなんですか。レプリカって知ってるかな、みんな。なんか名前は聞いたことありますよ、うん、私。本当ですか、うん、はい。あ、のぞむつきさん、こんばんはです。はい、こんばんは。でもすごい、あれですよね、綺麗なお姉さんって感じですよね。いや、多分この髪型がこう、多分お姉さんっぽいと思うんだけど。いえいえいえ。帽子かぶってればよかったかしら。そうですか。いやいや、なんか化粧品の CM とかに出てきそうですよ。あ、出たいですね。じゃあオファー待ってるんで。待ってます。千春さんのところに。千春さんはホームページとかってありますか？あります。お、あります。なんて検索すると出てきますか？ね、はい、多分長いので、はい、千春で普通に、はい、千に春で検索していただくと、はい、多分2番目ぐらい。え、本当ですか？すごくないですか？松山千春とか出てきそうじゃないですか？松山千春を最近抜いた。千春さんも千春さんも。え、本当ですか？すごくないですか？すごいです。え、どういうことですかこれ？なんだっけ、新山千春さん？あ、はい、は、には勝てないんです。当たり前。え、でもすごくないですか？松山千春さんより不変で、ね、新山千春さんはなんかブログが今熱いみたいですね。熱いんですか？はい、なんか子育てブログみたいのが熱いみたいで。あ、じゃあすごいですね。うん、あ、ちょっと早い。すごくないですか？そうそう、千春で検索して出てくるっていうのが、うん、すごいですね。すごい。SEO で金払ってるんじゃないですか？SEO 対策みたいな無料ホームページですよ、うん、お休み前です。そう、お休み前、すごい、うん、っていうか千春さんがすごいと思うんですね。はい、すごい。ちょっと教えていただきたいです。あの検索して上の方に来るコツみたいの。わかんないんだけど、なんか急に、はい、はい、急に、なんか、わかんないですね。お金ですか？うん、嬉しいような。いや、すごい。それは誇りに持っていいと思いますよ、それは。イエーイ、うん、すごいと思います。うん、うん、あ、リトースターさんがね、うん、URL を載っけてくれて。そうなんです。はい、ブログにはどんなこと書いたりしてるんですか？ブログは、うん、だいたい独り言ですね。独り言独り言ですか？結構皆さん、なんかすごい綺麗な日記書いてたりとか、はい、するんですけど、毎回違いますね。はい、毎回一人ごと割と、はい、自分納得で、なんか、まあいいや、お休みとか、まあいいや、お休み、なんか自分に語りかけるみたいな。うん、独走してます。あ、でもいいと思いますよ、アーティストっぽくって素敵だと思います。
普段あれですよね、ライブハウスとかじゃなくてバーとかで弾き語りをしているということで。そうですね、うんうん、どの辺のバーが多いんですか最近。あ、下北沢とか、はい、池の上とか。池の上、下北の隣なんですけど、はい、あ、うん、じゃああの辺のなんか多そうですよね、はい、そう弾き語りとかやってる方が。そうなんですよ、ね、おえ、なんかバーで電気暗くしてなんかろうそくだけで弾いてるみたいな。あ、でもろうそくのお店もある。あ、そうなんですか、うん、なんか今、はい、弾き語りの人がすごい多いから。あ、そうなんですか。ライブハウス形式なんだけど、うんうん、バースタイルみたいなすごい多いんじゃないですか。 あ、そうなんですか、うんうん、お店によって全部違うんだけど。へー、そうなんですか。なんかあ、この間下北のライブハウス行ってきたけどって行ってきたらしいですよ。ぬこだらけって何？何ですか、ぬこだらけって。猫だらけ、ね、猫のことですね。ぬこはあのネットの中で、はい、何が猫だらけなんですかね。気になる。なんだろう、ブログとかですか。ああ、そうそう、あ、猫って言うんだ、はい、うち猫って言うんですよ。猫飼ってて、うん、はい、そうそう、猫ネタつい言ってしまうんですけど。いいですね。どんな猫ちゃん飼ってるんですか。うんと、雑種です。雑種ですか。え、なんだろう、え、拾ってきたとかですか。うんと、うん、猫お姉さんという人がいて。猫お姉さん、何気になる。はい、そう、愛がすごい。はい、ノラちゃん、猫お姉さん、そう、猫お姉さん、猫お姉さんは、うん、猫お姉さん、おばさんでたら怒られちゃうから。おばさんでたら怒られちゃうとか。野生の猫ちゃんたちを、はい、拾ってきて、ちゃんと病院に連れて行って親探しをする。はい、すごい素敵じゃないですか。素敵な猫お姉さん。そう、うん、で売れ残ってた子をもらいました。あ、そうなんですか。なんかあのもらい先が見つからないみたいな。うん、うん、猫お姉さんが。すごい、すごいですね。いや、その猫お姉さんは私も紹介していただきたいです。本当ですか。はい、もうペットとかちょっと飼いたくって。あ、はい、むしろ番組とか猫の番組とかやりたいなとか思って。あ、この辺になんか猫がいてみたいな。そう、いいですね。うん、え、猫かわいいですよね。かわいいです、大好きです。うん、すごい。おお、しおりもスモモ飼ってる。スモモって何ですか。あ、まあ、ぬいぐるみですね。どんな形の。うさぎさんの。かわいい。いやいや、ちょっとあれですよ、大丈夫この子って思いましたよ、絶対。思ってないです。うちに猫のぬいぐるみあります。はい、あ、本当ですか。スモモっていうんですね。スモモちゃんっていう。毎週水曜日になるとスモモちゃんがしおりの日記にブログをアップするんですよ。すごい。はい、そうなんですよ、すごいんですよ。今日なんで連れてきてくれなかったんですか。ああ、最近家でちょっとあの引きこもってるみたいで。スモモちゃんが寒いらしいですね。あ、なんかあんま連れて歩くと汚れちゃうんですよ。うん、最近ちょっと汚れてきちゃって、で洗わないといけなくて。昔私知り合いのすごいおじさまも猫の編みぐるみを旅に毎回連れてて、はいはい、ああ、いいですね。うん、みんな寂しいのか。みんな寂しいのか。でもなんかそのスモモちゃんはなんかふもふもさんっていうぬいぐるみのシリーズなんですよ、うん、その中のうさぎさんがスモモちゃんっていうんですけど、うん、ふもふもさんはなんか旅に連れて行く用のぬいぐるみみたいな、なんかそういうわけではないのかもしれないんですけど、そういう使い方をする人がすごい多くて、なんかふもふもさんのなんかコミュニティとか見ると温泉に連れて行きましたとかあるんですよね。ドライブ行ってきましたとか。みんな連れてくんだね。ですね、みんな寂しいんですよ。あ、そうですね、うん、あ、フランスさんとカジョさん、こんばんはです。こんばんは。こんばんはです。はい、今日はポワーンとした感じでおっとりした感じで行きたいと思います。綺麗なお姉さんも来たということで。
すごい。じゃあ音楽始めたのが高校の頃じゃないですか、うん、はい。その時はボーカルとかですか？そうですね、ギターは本当ここ4年ぐらいで持ち始めたんで、割と絶叫していました。叫んでる系の叫んでる系、そうなんですか。どういう経緯でなんかシフトチェンジしてったんですかね？シフトチェンジ、どうなんでしょうね、はい、本当に卒業してからもなんかカバーバンドでジャニスとかやってたりとかしてたんですけど、はい、ある日突然なんかこう癒される感じが自分がいいなと思って、うんうん、ある日突然、そうですね。なるほど。じゃあなんか突然心境が変わったみたいな、うん、ギターが持ちたくなってみたいな。ギターは相方が弾いててくれた人が売れっ子になっちゃって、はい、いなくなっちゃったから自分で無理やりと始めたんです。なるほど。でも、はい、千春さんだってだって検索すれば上の方に出てくるから売れっ子ですよ。全然。いや、だって千春って名前の人いっぱいいるじゃないですか。みんな名字つけてるんじゃないかな、うん、じゃあ名字つけてなくて、うん、下の名前だけだから引っかかりやすいとかなんですかね。多分。なるほど。ちょっとなんかだから多分、しおりんさんも、はい、しおりとかにしてみたら、しおりだけにしたら名前を上の方にポーンって上がると思う。一番上かもしれない。なるほどなるほど、あ、ヘッドバンキングしますかって。何ですか？頭振ったりとか。頭振ったり、うん、してた時もありますね。おお、はい、なるほど、してるんですかね。リュウジさん、リュウジさんはどうなんですか？頭振ってんですかね。わかんない。気になりますね。ギターってどこに買いに行ったりですか？お茶の水とかですか？ギターはあんま決めてなくって、はい、知り合いが売ってるのを、はい、一目惚れで買ってしまったりとか。そうなんですか、決めてないですよ。なるほど。じゃあギターっていくらぐらいなんですか？ギターですか、はい、今日一緒に来た子は中古で13万ぐらい。あ、高いですね。もちろんローンですけど、はい、ローンで。なるほど、あ、そうなんですか。なるほど、そうなんですね。ですね、高いですね。いい音がしそうな、いい値段するんです。ですね。するんです。へえ。なるほど。しおりん見てどう思いましたか？あ、それはなんか怖い質問だな。実は前回のを、はい、拝見していて、お、ありがとうございます。そのまんまだった。あ、そのまんまですか？はい。そう、さっきすももちゃんじゃないけど、はい、うさぎちゃんみたいな方だなと思って。あ、本当ですか？どう思いましたか？うさぎっぽい。うさぎっぽいですね。やった。うさぎっぽい。やったやった。リュウジさんはどう思ってるんでしょう。リュウジさんどう思ってるんですかね。多分怖いとか思ってるんですね。うさぎちゃん。うさぎちゃん。お、天然系。篠原俊夫さん。よ、ん？なんて読むんだろう。年夫さん。年夫さん。俊夫さんじゃない。年夫さん。こんばんはです。はい。いや、漢字があんま得意じゃなくて、読めないんですよ、あんまり。あ、はい、最近読めなくなりますよね。そうですね、なんか、携帯使うことが多いじゃないですか、その影響なのかみたいな。なんか商売上手って書かれてる、いやいやいや、別に何も商売とかしてないですよ。今度漢検に、あ、なんか検定とか持ってたりします？なんとか検定とか。検定は持ってないかな、あ、そうなんですか。意外となんか野菜ソムリエ検定とか持ってそうな雰囲気で。持ってない。持ってないですか。剣道は初段。あ、持ってるじゃないですか。剣道初段。剣道は初段。剣道やってたんですか。でも中学の時なんですけど。そうなんですか、なんか剣道ってなんか被るじゃないですか。面？ん？面って言うんですか、あれ。面です。あれってなんかどうなってんですか？どういう形状なのかよくわかんなくて。
どういう形状？なんか指とか入れたら入るんですか、あれ。入りますよ。あ、そうなんですか。指は入る、うん、じゃあ、あの、うん、殴る棒は入んないみたいな感じなんですか。あ、うん、殴る棒は入らないです。なるほど。なんかあれですよね、剣道ってなんか言いながら叩く競技ですよね。そうですね、うん、面とか、ね、面とか殴るとか家庭とか殴る棒じゃないです、なんだ、叩く棒、叩く棒、そう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 、叩く、あの叩く棒はなんて名前なんですか。もう来てますよ、しない、しない、しないって呼ぶんですか、これ。竹、竹刀じゃないんですと書いてしない、しないと読むんです。ああ、皆さん優しいですね。そうですね、教えてくれる、すごい。あ、じゃあスポーツ万能な感じですか。いや、もうそうでもないです。そうでもないんですか。ニコ動物って何ですか。ニコ動物じゃないですよ。あ、ニコ、ニコ動っていう、なんか動物。ニコ動って何。ニコ動っていうあれですよ、ニコ動ってサイトがあって動画が見れるサイトなんですよ。あ、わかんないです、教えてください、うん、あれですよ、千春さんはそういうオタクとかじゃないんでわかんないんですよ。私結構原始人なんで、ね、うん、いやいやいや、ニコ動物ってなんか結構良かったです。ニコニコ動画って何。ニコニコ動画っていう、うん、なんかあれですね、誰でも簡単に動画をあのネット上にアップできるんですよ。でその動画にコメントが書き込めるんですよ。アプレシオリの場合だとテレビの画面があって、であれじゃないですか、なんか下の方にコメントのとこ、うんうん、書くとこあるじゃないですか。でもそのニコニコ動画だとその動画の画面の上にコメントが、まあ、こういうとこに画面の上にガーって流れるんですね、こうやって、うんうん、そういうのがあるんですよ。え、パソコンとかあんまやんないですか。いや、うん、自分のホームページの更新とかメールとか、はい、インターネットは普通に見るけど、うん、ニコニコ動画とかは知らないです。なるほど、YouTube とか。携帯も持ってなさそう。携帯ありますよね。携帯は一応持ってます。SEO バッチリ。SEO バッチリ。すごいですよ、なんか。いや、本当にその辺の、なんか結構頑張ってホームページやってる人とかでも、その検索でなかなか上に行かなくって悩んでる人とか、多いと思うんですよ、うん、だからすごいですよ。シャメとか使い方わかりますかって失礼な。わかりますよね。シャメはわかりますよ、さすがに。猫ちゃん撮ったり、うん、猫、猫尽くし、うん、いいですね。なんか今猫カフェっていうのがあるらしいですよ。あ、なんかそれは聞いたことある、うん、ありますか、うん、なんか池袋とかに、うんうん、あるみたいで、なんか行ったこと、2軒ぐらい行ったことあるんですけど、もうやばかったですね。いやーみたいな、お猫ちゃんがいっぱいその辺にいて、なんか人懐っこいんですよ、そこにいる猫ちゃんが。もうやばいですね。猫アレルギーの人絶対行けないですね。行けないですね。でも私もしかしたら猫アレルギーかもしれないんですよ、私。その猫カフェとか行ったり、うん、あと野良猫ちゃんとか触った後なんか痒くなんですよね。アレルギーですかね、それ。今日やばいかもしれないですね。え、なんでですか。私の猫毛が、あ、猫毛がついてて、あの猫飼ってる人って猫毛ついてます。ついてますね。ついてたらごめんなさい。あ、いえいえ、もしかしたらかゆく。いいえ、うん、ハート。猫飼い始めたのいつぐらいなんですか。猫は、うん、あ、もう5年目です。あ、でもう5歳ですか。5歳。お、女の子ですか、男の子ですか。おかまちゃんです。え、なんですかそれ。え、男の子だったけど、はい、もうない。あ、なるほどなるほど。いや、それは男の子って言えばいいんじゃないですか。うんうん、ん、包帯、猫毛、犬毛だらけ。あ、のぞむつきさんは怪我をしてるんですよ今。あ、そうなんですか。指が なくなっちゃったんだっけ、なんだっけ、なくなっちゃったんだっけ、わかんないけど指怪我してて、うん、で、なくすなって言われました。なくなってはないらしいんですけど、あるみたい、うん、指が怪我して、だから包帯巻いて、猫と犬多分飼ってるんですよね。あ、だから、羨ましいですね。理想の、うん、いいですね、いい家庭ですよね、うん、理想の家庭ですよ、うん、
うちお姉ちゃんがチワワを飼ってて、あでももうお嫁に行っちゃったんですよ、お姉ちゃんが。だからチワワたちもまあお嫁に行ってしまって、お嫁にっていうか一緒に宮崎行っちゃったんですよね。うん、寂しいですね。寂しいですね。だからチワワたちに会えなくて、うんうん、だから来月宮崎行ってこようかなって思ってて、うんうんうん、お姉ちゃんとチワワに会いに、そうですね、お姉ちゃんとチワワに会いに行ってきますね。すももちゃん女の子ですよ、もちろん。うんうん、そうそう、すごい。すももちゃんはもちろん女の子です。うんうん、親指の剣、剣って読むんですかこれ。それ月辺に立てる。私も読めないこれ。親指の剣、剣、アキレス剣とかの剣ですね、多分。なるほど。剣、剣って書いてくれましたね。じゃあ、何言おうと思ったの？なんか言おうと思ったんですよ。なんか言おうと思ったのに忘れました今。いや、なんか髪の毛すんごい綺麗ですよね。もう枝毛だらけですよ。いや、全然ですよ。いや、しおりんやばいですから、しおりんもやばいですから、これ。あ、柔らかいね、もう。そうですか。私より柔らかい。いや、やばいですよ、しおりん。でも、ティモテティモテって何ですか。知らないんですか。何ですか、ティモテって。ティモテの CM してるなんて、同い年ぐらいなのかな。手持ってこういう宣伝が昔あって、はい、なんかシャンプーとかですか。手持ってっていうシャンプーがあったんです。そう、あったんです。そういえば、はい、最近ないですね、手持って。知らない。そろそろ告知コーナー、それとも自己 PR コーナー。ほら、みんなティモテ気になって、ティモテ、私も気になりますよ、ティモテ。いや、まあ今日はまったり行こうと思うんで、いつもならあのお友達紹介コーナーなんですね、この時間。でも来週最終回だから寂しいですね。そうなんですよ、寂しいんですよ。2月22日に CD 発売する告知はいいですか。 CD 発売するんですか。はい、じゃあありがとうございます。ぜひぜひ見せてください。バンバン、ちっちゃいか。じゃんじゃじゃん。逆さまになってましたよ今。ありがとうございます。では、はい、こちら2月22日じゃ、はい、猫の日に発売します。お、夜のお日様という、アルバムで、お、8曲、あ、ん、8曲は自分で作りました。2曲ちょっとカバーなんですけど、夜の絵本仕立てになっております。おで、ちなみに、はい、この猫はうちの猫。うちの猫、あ、かわいい、うちの猫なんですけど。はい、はい、これを、いいのかな、この辺で。新宿、あ、どうぞどうぞどうぞ。新宿のタワーレコードと渋谷で、タワーレコードさんでインディーズコーナーで1週間視聴できます。お、すごい、やった。すごい。ので、みんな買ってください。お、はい、すごいですね、タワレコで視聴できるって。はい、あ、そうです、うん。ありがとうございます。お、これ裏側もちょっと、裏猫。裏側を見てください。これ。可愛い。可愛いですよ、猫ちゃんのイラストがありますね。はい、これもうちの猫模様です。お、かわいい、はい、かわいいですね。こういう猫ちゃん大好きなんですよ、私。タワレコは全国では、はい、ご注文で購入いただけます。全国でのタワレコで、ちょっと千春さんの CD 欲しいんだけどって言えば取り寄せてもらえるみたいな。はい、商品番号がホームページとかに載ってるんで、言っていただければ、はい、あ、なるほどなるほど、幸せです。商品番号を置いてもらいます。うんうん、はい、あれですよ、リトさん北海道のタワレコで多分買いますよ。北海道でも買ってください。いや、多分買う気がします。うんうん、千春さんの猫は寝てばっかりだなって。失礼な。そうなんですか。よく寝てます。猫ちゃんってでもいつも寝てますよね、結構。
なんか仕事みたいですね。寝るのが仕事がいいですね。ちょっとやりたいです、そういう仕事あったら。やりたいですね。なんか一日中寝てるだけで、なんか500円もらえるとかだったらやりたいですね。ウェブ上で視聴できますか？あ、それはありますか？マイスペースはちょっとこれからやります、あ、マイスペースおすすめですよ。はい、はい、できたばっかなんですよ、この CD。 そうなんですか。じゃあぜひぜひ、なんかマイスペース見たことありますか？どういうサイトか、なんかしおりもやってるんですけど、結構いろんな有名なアーティストの人とマイフレンドっていうのがなんかできたりして、なんかいろいろいろんなもの貼り付けたりもできるし、動画とかおすすめですね、すごい。なんかね、みんなやってるみたいですよね、アーティストの人結構やってるみたいで、ぜひぜひ、登録してみてください。大阪でも聞けるかな。大阪でご注文してください。そうですね、大阪のタワレコでね、お願いします。買ってもらうしかないですね、これは。なるほど。あ、なんか急に話変わるんですけど、音楽始めたきっかけが小学校の担任の先生なんですか？そうですね、基本は、うちなんかこうすごい若い元気な小学校の担任の先生で、いいですね、割と新人みたいな、毎朝フォークギターを持って、さあおはようみたいな、いいなぁ、今日はこれ歌うよみたいな、いいなぁ、そう先生、はい、そうですね、楽しかったですね。いいですね、その先生。え、小学校で、女の先生ですか、男の先生ですか？男の先生でギターを持ちながら出てくるんですか？いいですね。ないですよね。田中誠二みたいな。田中誠二って誰だっけ？田中誠二。いいですね、なんか、楽しそうな先生ですね。そうですね。え、じゃあその先生にの、その先生を見て、あ、私もやりたいなみたいな。いや、その時は何だろう、普通に歌が単純に、よくある子供のきっかけというか、楽しいなと、お芝居したりとかもしたかったし、なるほどなるほど、へえ。なんか私は逆に小学校の時は音楽の授業とかあんまっていうか好きじゃなかったですね。音楽の授業でみんなの前で一人で歌わせられたりするじゃないですか。なんて恥ずかしいことさせんだって思ってテストとかありましたね。ありましたね、音楽のテスト。あれが高校の時になんか音楽の太鼓のテストみたいのがあったんですよ。珍しい学校ですね。ですね、確かに。太鼓っていうか、なんか太鼓のバチあるじゃないですか、でそんで決められたリズムを叩くっていうテストがあって、でこうやってもあのテストがみんなの前でやるんですよ。だからみんなが席に座って見てて、でその発表する人だけが前に出てきて机をバチで叩くんですよ机を。それ結構先生の問題ですよね。うちなかったもん。あ、バチなかったですか？あ、バチのテスト、バチのテストないですよね。あれはあの辛かったです、結構。鬼ごっこ、休み時間は鬼ごっこしてました。鬼ごっことかしました？すごいしてた。本当ですか？鬼ごっことかだるくないですか？鬼ごっこだるかったら、ダメだよ。ダメだよ。でも本当鬼ごっこも、かくれんぼは好きなんですよ、私。かくれんぼはなんか楽じゃないですか。あの隠れて座ってられるから。でも鬼ごっこの鬼は嫌だなと思ってましたね。ああ、握られちゃうみたいな。鬼は悪いと思う。なるほど。え、私なんか鬼ごっこで鬼じゃなくて逃げる人になったら別に捕まってもいいやっていう気分でやってましたね。なんか最初から諦めて、ね、大人子供大人子供。なんか何のメリットがあってやってんなのっていうのが全然分かんなかったんですよ。私鬼ごっこ強そう。鬼ごっこ強いぞ。強いですか？超速いですか？
割と早いと思う。割と早いですか。足とか速そうです、すごい。あでもね、うん、割とすごい遅そうに見えるっていうけど多分速いと思う。速いです、実は速い人みたいな。実は速いと思う、うんうん、しおりんが鬼だったら終わらないだろうが正解です。そうなんですよ、私意外と速そう。いや違いますよ、鬼になったら。私鬼になったらやらないんですよ。追いかけない、なんか鬼になってまあいいやみたいに座ってるんですよ。子供の頃最悪ですよ、もうなんか、うん、誘われないってやつ、うん、いや誘われんですけど鬼になったらまあいいやみたいな座ってるんですよ。あダメな子ですよ。でそんでなんか友達たちが寄ってきて、うん、やんないのみたいな、しおりちゃん鬼ごっこ嫌いなのみたいな慰めに来るみたいな感じで。そっか、うん、かわいげのない子。確かに子供らしくないかもしれないです。うんうん、ね、そうですね、はい、あそろそろ、うん、あ粘土ですね、粘土に行ってみたいと思います。よいしょ、あそうだ CD だ、 CD じゃないごめんなさい、テンパってます。よりじゃあ、ザオを聞いてもらいたいと思います。私のがテンパってます。いやこのちょっと椅子を移動させますね。この椅子だとあれなんです、ギターが引っかかっちゃって弾けない。ダメな、確かに。いえよいしょ。じゃあ粘土うん、よいしょ、おポキって言いましたね。よいしょ、ちょっとなんかこう緊張しちゃうの、こういうところで。しないでくださいよ。じゃあ、うん、じゃあ、いいですか。はい、じゃあ、タイトルを。はい、じゃあ今回夜のお日様に入っている、はい、中で、まあ、唯一可愛らしい曲を、はいアプレシオリンだけに、一番可愛い曲を、お届けしたいと思います。はい、電話してねという歌を。電話してね、はい、はい、お願いします。君が泣いた、そんな君
素敵な声が出ますね、うん、そう、ありがとうございます、アルバムは、弾き語りじゃなくて、自分が頭の中に入っているような音がいっぱい入ったバンドバージョンで、入ってますので、あ、そうなんですか、はい、他の音も入ってるんですか、そうですね、なるほど、15名のミュージシャンが、あーすごいですね、すごいですね、それ15名のミュージシャンが、マニアックな曲も入ってます、そうなんですか、はい、ぜひぜひ皆さん渋谷のタワーレコードで視聴してみてください、はい、お願いします、はい、いつもはもっとアグレッシブな性格なのかなって、何ですかこの質問は半々ですね、半々ですか、普段休みの日とかどんなことしてるんですか、休みの日ですか、うん、猫と遊んでますね、おまったりですねまったりまったりですね、うん、お、ここで歌詞が見れるみたいですね、うん、シオリンは何を歌ってくれるんですか、私はアンパンマンの歌とかでいいんですよ、歌ってください、いやいやいや歌わないですよ、最終回スペシャル、最終回になんか歌うかもみたいなじゃあそろそろ粘土のコーナーに行きたいと思います、なんか今日、あれですね、なんか全然時間経ってないような気がしてたんですけど、はい、意外と時間が経っててびっくりですね、もう37分で、意外と粘土来ましたよ、粘土、じゃじゃん、粘土でなんか猫、あ、なんかあれですよ、視聴者の人と作るもの相談したり、それから自分で考えて作ったりって感じで、で作ってるものはお互い内緒で、はい、来る感じです。わー、はい、やっぱり望んでますね。皆さん、これを猫を色なんでもいいの。あ、好きな色を使ってください。はい、はい。タワーレコードのビルとか言ってますよ。それは難しい。難しいけど、でもなんか黄色とオレンジとか使えば作れそうな。猫の結晶って何？結晶ってなんかよくわかんないんですけど、いつも言ってくるんですよ。なんか、牛の結晶とか言ってくるんですよ。結晶？結晶好きなんですか？結晶、みんな大好きみたいですね。よし。うん、うん。多分、何しようかな。内緒ですね。はい。何作ろうかな、うん、土の子土の子はいいや、しおりん思いついたぞ、ちょっともう早速思いつきました、よいしょ、あ、なんか粘土固くないですか、大丈夫ですか、大丈夫です、大丈夫ですか、なんかこれ第1回目から使ってるんで結構硬くなってきました粘土粘土18回使ってるんだ、これすごい、うんうん、じゃあ18人分の愛が、そうですね、18人分の手の油が、手の油と と愛が、はい、そうですね、18回使ってるって結構すごいですよね、すごい、だから18回、そうですね、じゃあなんか、うん、最近とかいっぱい、最近まあそれはいやでもわかんない、抗菌粘土とかかもしれない、いやでもそういうのは書いてなかった、抗菌粘土ってすごい、ね、ありそうだけど、でもこれ小麦粘土だから多分結構やばそうな、小麦粘土って体に優しいの、はい、あれですよ、小麦でできてるから食べても死なないとかじゃないですか、多分、なんかちっちゃい子とか使いますよね、小麦粘土、なるほど、うんうん、細菌粘土、金入り粘土はまずいと思うよ、うん、食べたらすごく美味しいよって、いやダメですよ食べたら
かわいいな。あ、かわいい。超かわいいです。ちなみに45分までです。あ、うん、やばい。あ、でも全然余裕ですよ。黄色ください。あ、どうぞどうぞ。好きな色使ってください。うん、あと4分。やばい。よし、これこれ。あ、でもやっぱ今日はもうちょっと長くてもいいかも。なん、じゃあ48分までにしますか。あと、うん、7分。7分ですね、うん。結構余裕を持って。皆さんも粘土を持参してればいいのに、うん、ですよね。みんなも、うん、なんか同時に作って、うん、そうですね、アップしてくれれば写真を。マイ粘土を持ち歩く、マイ粘土を持ち歩く、マイ粘土持ち歩く、マイ粘土持ち歩いても使う場所が分かんないですよ。うん、喫茶店とかで始めるんですか。始めるみたいな。うんうん、うん、よいしょ。なんだろう、何色かな。しおりんはピンクでほとんどできちゃいます。多分仕事中にできませんって、うん、仕事中に粘土、仕事中にインターネット見るとかじゃなくて粘土。即クビになっちゃいますね。即クビですよ。いやでも意外と上司とかも、うん、なんかちょっと僕にも教えてくださいよみたいな愛が深まるかも、うん、愛があ、うんうん、お、俺も粘土したくなったって言ってくれてます。いいと思います。うん、やってくださいよ。うん、昔紙粘土、はい、子供の時するじゃないですか。やりますね。あれすごい好きで、うんうん、おばあちゃんに三種動物をプレゼントしたことがあって、はい、そしたらおばあちゃんにあさり、うん、なんかいらないって言われて、子供の頃に気づいたことがあって、おばあちゃん、おばあちゃんと思って、おばあちゃん粘土ももらってあげなよ、孫からね。何の動物作ったんですか。うさぎと猫と、はい、豚と、はい、なんだっけな、うんうん、ネズミ、はい、みんな丸いんだけど、はい、はい、いらないって、おばあちゃんもらってあげようよって。そう、ストレートな、よしえばあちゃん、よしえばあちゃん、いや多分ほん、あれ素直なんですね。できた、うん、あ、できましたか。あ、いいですですね。うん、しおりんの鬼ごっこと一緒だなって言う。おばあちゃん、確かに、おばあちゃん、あ、すごいですね、早いですね、作るの。あ、しおりんももうちょっとでできる。あ、じゃあ45分ぐらいに出来上がるかな。よいしょ。これでも難しいかもな、名前、名前、なんていう名前にしようみたいな。確かに、これ当ててもらうんですよね。そうですね、視聴者の人が当ててくれるんで。よいしょ。あ、なんか、よいしょ、当ててもらえるかしら。いや、なんか何を作ったのかわかるけど、なんて呼べばいいのかわからないみたいな類ですね。うん、そうそう、よいしょ。うん、ミクシーやって、うん、あ、やってますか。やってないです。やってないんですか。あ、やってなさそうです。やってなさそう。うん、ミクシーは面白いですけど、うん、でもやっぱなんかやり始めるとなんかミクシーばっか見ちゃうんですよね。なんか睡眠時間がなくなっちゃいそうで怖くて、うんうん、そうなんですか。いつも何時間ぐらい寝るんですか。あれ4時間かな。え、あ、短いですね。すごいですね。よしえばあちゃん、うん、ばあちゃんどこ出身ですか。よしえばあちゃんはね、うん、どこで生まれたか知らないけど今埼玉に住んでます。今は埼玉に住んでる、うん、へー。あ、千春さんどこ出身ですか。私は東京の福生です。福生、うん、ね、うん、横田基地という米軍基地がある場所。横田基地、立川の先、うんうん、おうおう、なんだろう、西多摩ですね。西多摩、あ、うん、これもしかしたら田中さんと一緒かもしれない、うん、あの出身が、あのマネージャーの田中さんと。あ、本当ですか。
あ、田中さん、本当ですか？田中さん、福生高校？私、亡くなっちゃったけど、はい、武蔵村山東高校だったんで。あ、そこ知ってますよ、私。なんで知ってるんですか？あれですよ、東村山の、多分同じ学校に、なんかゼロカンパニーっていう劇団の人に混ぜてもらって、舞台とかやってるんですけど、そこの仁先生って人がいるんですよ。仁先生、確かそこの高校だった気が。本当ですか？多分。仁先生。薬丸白石、そうなんですか。あ、そうなんですか。知らなかった。そうです、もうないんですよ。ずいぶん前に亡くなってるんだけど。そうなんですか。うちの兄貴は無本当ですか。へー、すごい近いですよね。土の子博士って、土の子博士、その仁先生って人が、土の子の博士なんですよ。すごいですね。偉い人なんです。なんか日本土の子協会みたいなの副会長なんですよ。すごいですね。すごいですよね。そうそう。取れちゃった。取れちゃいましたか。じゃあ出来上がりな感じですか。はい。はい、じゃあ見せてあげてください。じゃじゃん。じゃじゃん。どうやって見えるかな。見えるかな。カメラをアップにお願いします。じゃんじゃじゃん。タワーって書いてありますよ。タワーリクエスト。豚じゃないですよ。違うよ、ウルトラマンじゃないよ。あれですか、ペッツですか。ペッツ、ペッツっていうなんか、あるじゃないですか。 お菓子出てくるやつ。そうそう、ペッツっぽい。ペッツっぽい。豚じゃないよ。じゃないですか。なんだろう。なんか目が合わせらんない、これとこのこのこと。結構かわいいと思うんだけど。でも結構、なんかもうちょっとアップにできますか。ウルトラマン、ウルトラマン。結構なんか、あ、首取れちゃった。首取れちゃった。結構顔怖くないですか。タワネコ、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 タワネコ。でも答え言っていいな。はい、じゃあ答えます。答え、これは皆様のリクエストにお答えして、はい、タワーレコードの上にある猫の結晶です。猫の結晶。タワーレコードの上にある猫の結晶。おお、みんなのリクエストに答えましたね。はい、答えて。おお、ありがとうございます。結晶きた。いや、あれ、ポロって、ああ、取れてます、首が。あとで写真を撮るので、はい、このままでお願いします。はい、しおりんもできましたよ。じゃんじゃじゃーん。ね、わかりますよね、これ。食べたい、なんかこれ。クッキーみたい。うん、クッキーみたい。じゃんじゃじゃん。結晶じゃないです。結晶じゃないですよ。まあこれはわかりますよね。もう塗り壁じゃないです。塗り壁って失礼な。妖怪とかじゃないです。これですよ。わかんないんですか。 いつもしおりんと一緒にいる子ですよ。毎週水曜日の妖怪じゃないですよ。もうやだ、泣いちゃうよ、そんなこと言うと。しおりんね、え、これはすももちゃんです。すももちゃんピンクだったんですね。そうなんですよ、真っピンクですよ、すももちゃん。ペラペラ、うさぎクッキーだと思った。うさぎクッキーっぽい、確かに。ペラペラですよ、これ。カピバラさんの友達。カピバラさんの友達。カピバラさんも家にいるんですよ。へえ、かわいい。もうちょっとかわいかったような。まあ確かに、しおりん粘土があんまうまくないんで。すごい、2つ揃ったらちょっと妖怪っぽい。あ、確かに2つ揃ったらなんか妖怪っぽいかもしれない。いい、うん、なんか相性いいと思うんだけど。なんか、あ、でも仲良さそうですよね。うん、仲良さそう。うん、なんか仲良しですよ。仲良し、仲良し。いいと思う。それはいいと思う。うん、いいですよ。うん、あれですよ、妖怪大決戦。スモモちゃんの方がでかいよね。スモモちゃんの方がた。あれです、タワレコより大きい。負けてる、負けてる、わー、勝った。戦ったりしそうですよね。会話させてって言われて。会話、会話。そんな技術はないですよ、セオリーに。
もうすももちゃんの好物ってどんぶり飯。あ、そう、あれですよ、すももちゃんは食べてるとこ見たことないんですよ、私。すももちゃんがご飯を食べてるところを。すももちゃん、夜中に多分夜中にですよね、起き出して食べてんですよね、多分。口酒女みたいな、この辺からえ、この辺、あ、パカって、あー、そんなんじゃないです。そりゃ普通だろうって言われました。普通なんですかね、パカって。じゃあそろそろもう一度告知の方をどうぞ。もう好きなだけ。寂しいですね。これで遊んでるんで、私はこの2匹で遊んでるんで、告知いっぱいしてください。あっという間でした。寂しいですね。ですね、あっという間ですよね。始まっちゃうと、うん、笑いっぱなしでしたが。はい、お邪魔しました。あ、いえいえいえ、あ、まだ終わりじゃないですよ。はい、まだ終わりじゃないです。お邪魔しましたって。じゃあ、千春の告知します。はい、じゃん、じゃん、手書きくん。お、手書きくん、あさって2月22日、はい、にゃんにゃんにゃん、猫の日に、440という下北沢のライブハウス、ライブカフェで、はい、バンドバージョンでこれはやります。はい、日曜日、もし下北付近に住んでる方がいたら来てください。バンド編成で、はい、もうこんな感じでブワーっと、おー、いっぱい出ますね。やたらライブが、あ、こっちか、こっちか、いっぱいあるんで、はい、明日スケジュールはここにあるんで、はい、ぜひ見てみてください。ホームページの方で、そして来てください。はい、はい、そしてそしてもう何度も言うけど、はい、お、かわいらしい、こちら。夜のお日様、はい、新宿タワーレコード、渋谷タワーレコード、 J インディーズコーナーで、1週間、はい、視聴できるので、東京にいらっしゃらない方も、電車に乗ってきて聞いて買ってください。はい、お、積極的、強引である。で、こんなジャケットです。お、はい、ジャケットも可愛い、はい、一見ボサノバを歌ってそうな感じしますが、はい、割とハードかもしれない。癒しながらハード、よろしくお願いします。お、はい、あ、そうですよね、よくよく考えたら夜なのにお日様。そうなんですか、うんうん、そうですね、夏もつき、うん、明日急遽東京の秋葉原行きます。あ、じゃあそれはあれですよ、渋谷行くしかないですよ。もう来てくださいですよね。うんうん、そう、夜のお日様というのはちょっとコンセプトがあって、うんうん、はい、結構最近現代病というか、はい、みんなこうすごい弱い人が多くて、自分もなんですけど。そうなんですか。夜になるとこう漠然とした不安に勝てない子がすごい、子な子というか大人、うん、もすごい多くて、はい、で、なんかなんていうのかな、夜にもお日様あるんだよみたいな、見えないけどあるし、まあ、まだやれるよねみたいな、まだやれるよねみたいな、そういう思いを頑張ろうぜとかじゃなくって、ゆるい感じで、はい、ゆるい感じで、まあちょっと明日はやれるかなぐらいの、うんうん、一応内容に私なりになっておりますが、うんうん、なるほど、はい、そうですね、割と感覚的な歌詞で、うんうんうん、他の曲は書いてありますんで、はい、興味がある方もない方もぜひぜひぜひ。いや、みんな興味あるんで、みんな興味あるんで、タワレコって渋谷って、あ、もう来る気満々ですね、これ、うん、来てください。うんうん、来てください、ぜひぜひ来てください。あれですよ、あの、のぞむつきさん静岡に住んでるんですよ、うん、で、東京に出てくる日だと思うんですよ、明日。やったー。そうですよ、だからこれもタワレコ行くしかないですよ、はい。でも22日からなんですけど、うん、あ、まだいる。そっかそっかそっか、うん、22日まで、今日何日でしたっけ、今日20日、20日、うん、あ、じゃあ明日が21だから、あー、惜しい。惜しいですね。あー、だね。じゃあ、うん、来週、毎週来るんですか、ま、いや、わからないですけど、でもまあ呼ぶしかないですよ、これは。じゃあ、うん、注文して帰ってね。そうですね、予約して帰ってね。うん、
そうですよ、アプレシオで一晩過ごせばいいんですよね。最高ですね、うんうん、いいプランですよ、うんうん、そうですよねあ、リュウジさん東京一度行ってみたいなって。来たことないんだ。ないですかね。どこ出身なんですかね。うんうんうん、うん、のぞむつきさん次の日病院だって。22日は病院らしいです。あららら、リュウジさん大阪ってことで、うんうんうん、大阪に呼んでください。私も呼ばれれば全然行くんで、あの飛行機代はあの欲しいですけど、呼んでくれれば行くんで。大阪行きたいです、ね。うん、大阪行ったことあります？一瞬しかないです。一瞬、うん、一瞬通ったみたいな、うん、一泊。ああ、一泊したことあ、行ったことあるんですね。じゃあ、うん、北海道も行きたいですね。北海道、うんうん、北海道はあの修学旅行で行ったんですけど、回転寿司が美味しかったです。すごい美味しそう、はい、美味し、なんかあの北海道でタクシーに乗った時に修学旅行で、うん、美味しいお寿司屋さんありますかって聞いたら、うん、なんかあの結構回転寿司とかでも美味しいよって言われて回転寿司行ったんですよ、うん、そしたらすごい美味しくって、うんうんうん、なんか値段が違うって、うんうんうん、私の修学旅行はね、はい、公立だったんだけどなんか沖縄だったんです。あ、そうなんですか、うん、沖縄実験の年みたいな実験の年公立だけど飛行機乗ってみようみたいな、うん、おー、そうなんですか、うん、おお、いいですね、うん、実験の年、実験の年あ、しおりん髪型金髪、金髪もしかしたら明日になったら黒いかもよ、もしかしたら。わかんないです、まだわかんないです。あ、もしかしたら紫とかかもよ、わかんないですよ、何色になるか。似合いそう、紫紫紫かもまああれ、あの、ま、期待して待っててください、髪型のことは、うんうん、あ、そうなんですよ、フランスの L っていう雑誌にしぶりに乗りまして。あ、すごい、うん、いえいえいえ、ね、うん、なんかしかもその記事が日本の自立した女性の姿みたいな記事で、だからすんごいフランスの人は日本の女の人ってこうなんだって思っちゃったと思うんですよ。気になる、なんでそれに乗ったんですかなんか取材の人と、まあ、あの偶然ではないんですけど、まあ、取材させてくれっていうのがあって、で日本の自立した女性の姿みたいな時間って言われてます、うん、あ、本当ですよね、時間本当な、 あと1分ですね、うんうん、あっという間でしたね。あっという間です。1時間まったりだったけど、あっという間な感じで、いや、粘土とか楽しんでいただけましたか？楽しかったですね。粘土でね、タワレコの上のなんだっけ、猫の検証も作ってもらったしね、うんうんうん、はい、そうなんですよ、次回最終回なんで、ぜひぜひみんなもう全員来てください。本当に友達とか家族とか、あの親戚とかも誘っておいてください、チャットに、うん、出れないで出演者みたいじゃないですか来週おいら出れないのよってあ、スジオもね、ぜひぜひ来てくださいよ、うん、来週夕張から接続してください、はい、あと9秒ですね。ということで来週最終回ですので、ぜひぜひ見てください。はい、アプレシオリン第18回目でした。ありがとうございました。